にちは、安泰チャンネルへようこそ。課題専門安泰ソーラーのつばめです。今日はですね、安泰ソーラーの知識専門家海さんから地表面相特部について紹介してもらいます。では海さんのご登場を。地表面相特部は地表面の粗さを意味します。粗さとは都市化の状況だと考えてください。例えばですね、東京の中心部のように著しく都市化しているところはとても粗い状況と言えます。地表面相特部は都市化の状況に応じて1から4まで、その4つに区分されます。風圧力の算定と関わっていますので、通常固体設計上には1の方が一番厳しく、4の方が一番緩いですが、今のところ2と3の方が一番多いです。課題の設置地がどの区分に対応するかは特定行政庁などで定められていますので、各市町村に問い合わせましょう。通常はですね、建築指導課などに問い合わせたら教えてくれます。海さんの説明が理解しやすくてありがとうございました。その区分が太陽光発電所の設計ではかなり重要な確認事項なので、皆さん勉強になりましたか？この動画が良かったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。他に気になるテーマがあれば、ぜひコメントをお願いします。課題なら安泰ソーラーにご相談くださいね。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。安泰ソーラーの知識専門家、海さんが。